若フロッカフレームはアメリカ合衆国ニューヨーク州クイーンズ出身のラッパー。2010年にアルバムフラコベリーでデビュー。このアルバムからのシングルノーハンズは全米でヒットを記録した。1986年にニューヨークで生まれ、その後ジョージア州へと移住。彼の母親はソアイシー、マイザイエンターテイメントという会社の CEO を務めており、以前は グッチメインのマネージャーを務めていた経験もある。ステージネームの和歌の部分はいとこによって付けられたもので、ジムヘンソン率いる操り人形集団マペットの中に登場するホジーベアーという熊のキャラクターの口癖である若々から取られたもので、ミュージックビデオやライブでは彼が同キャラクターのネックレスをして登場することが多い。また、 フロッカフレームの部分はグッチメインによって付けられた名前である。2010年10月5日、デビューアルバム、フラコベリーをリリース。全米アルバムチャートにて、初週に3万7千枚ほどを売り上げ、初登場6位を記録。現在までに29万枚近くを売り上げている。また、このアルバムから、ノーハンズなどのヒット曲が生まれる。2012年6月8日には、 二枚目のアルバム、トリプル、エフライフ、フレンズ、ファンズ、アンドファミリーがリリースされた。バッカ、フロッカフレーム2010年1月に、強盗に襲われ2発の銃弾を受けている。また、直後の3月に開催されたライブ中に、発砲事件が発生しており、その際に客席にいた若者8人が病院へ、搬送されたが、全員命に別状はなかった。また、 人気ラッパー、ヤングジージーとの構想が激化していた時期があり、何度か銃撃戦に巻き込まれたこともある。詳細は、英語版、EN、和歌フロッカフレームディスコグラフィオ。参照スタジオアルバム詳細は、英語版、EN、和歌フロッカフレームフィルモグラフィオ。参照詳細は、英語版、EN、和歌フロッカフレームアワーズナマネシャンズを参照。ありがとうございます。